皆様こんにちはベスタの北川ですえ、今日はベスタはこの12月に 20周年を迎えるということで、皆様のサポート、ご愛顧のおかげで、えー、20周年、リニューアルオープンして20周年を迎えます。会社としてはね、もうちょっと長いんですが、こちらのベスタに移転してね、オープン20周年となりますで長きの。長きにわたってご愛顧いただきまして、本当に厚く御礼申し上げます。でこの12月に20周年を迎えるにあたって、いろんなイベントですとか、あギフトとかあをご用意したいと思ってるんですが、 今回ご紹介するのは、7月から先行販売する秋冬のスーツですね、にお付けするディテールのギフト。 をこちらをご紹介したいいと思いますであのディテール縫製ディテールのねギフトはたびたびベスタでもあの行っているものなんですけども、まあ、お客様に、ね、感謝を込めて今回するのはですねちょっとまずですねこちらから見ていただきましょうかこちら今ねベスタのテーラールームここね後ろの私の後ろに見えてますけどもベスタのテーラールームにはあ宝石技術を持つものが常駐してますのでお客様のお洋服を手縫いで仕上げる工程が必ずございますでこれはね今肩回り袖付け回りの,あの仕上げをしているところなんです なんですがこれによりえ腕の周りに、ね、肩周りが軽くてそれからこう胸がしっかりぐっと張り出したような立体美を、ね、出すための作業があここで1着ずつ全て手抜いて、ね、行われております。なのでベスタのスタッフはみんなね、縫製技術を持つスタッフになっております。あこれこれはですね、プレスしているところですけどもこの奥にですね、あの本当にプロ用縫製工場、ここアトリエなんですけど、縫製工場張りのすごくいい高品質なプレス機を あの置いてますので、まあ、お客様のスーツの,、ね、この仕上げ縫いをした後最後にプレスしているところですね。でこちらはテーラールーム内で実際している作業なんですけれども、まあ、の1つ、でこれあのベストのポケットに星ステッチを入れているところですね。このように1着ずつす、ね、べてのスーツにあの手縫いの工程が入っております。こちらは別のお客様ですけれども、えー、ジャケットのラペルにやはり手干しを入れているところですね。はいで えーまあ、このような感じでね、あの縫製工程、手縫いがあるんですけれども、今回のおディテール、ちょっとね、じゃあ先に作ってるところからいきましょうかね。今回の縫製ディテールギフトはこちらです。じゃあ、何が行われているでしょうか。こちらね、ちょっとこの私の小さいワイプの方でもご案内します。これなんですよ。これ、これ、実は袖の。 ボタンの袖口の空き止まりに刺繍を施していまして、実はこれまでもベスタではですね、半抜き止め、それからあ音符の形をしたりとか、刺繍のここ、ディテールのギフトしてきたことがあるんですが、今回はモチーフが、ちょっと早送りしていきましょうかね、今回のモチーフは、だんだん見えてきました。あなんですかねねこれね モチーフが、はい、じゃあちょっと次の動画に行って、次の画像にいきましょうか。これ、バラなんです。バラモチーフ。で、しかも、バラのお色を選べるようにしております。じゃんこれは赤。 で、これねあの、こちらはブランドネームのところに入ってますけれども、もしくは、こちらの袖の空き止まりのところ、入れる箇所は、まあ、見える場所がよろしければ、こちら袖ですね。見えないところですと、この内側のマークの横にお入れするような形で、今回、ディテールバラの刺繍ギフトをご用意したいと思っております。はい。で、あの私、実はここにもうね、ついてるものを持ってるんですけれども、さっき申し上げた、 内側の場合ですと、マーク、ね。このベスタのマーク、かわいいですよね。マークにつきます。はい。で、えー、見える方ですと、このね、秋止まりの方ですね。袖口にこのバラのマーク。で、このバラ、これは色、バラの色を選んでいただけるので、ちょっとね、今ね、バラの色に花言葉があるらしいんで、ちょっとこれ、画面共有でこれも見ていきたいと思います。はい。 こちらえー、日比谷花壇さんのホームページです。ありがとうございます。で、ちなみにバラの花言葉は、えー、こんな感じで、えー、愛情どこだったっけ？ありました。美愛情ということでまやっぱりね。美しい手縫い仕上げの美しいスーツに。それか愛情を込めてね。仕立てているのでバラね。この今回の20周年のね。ギフトディテールに。 ふさわしいかなと思って選ばせていただきました。一つ一つ、もちろん手縫いでね、刺の刺繍をお入れしますので,で、さらにですね、このバラって色によって花言葉があるらしいんですよ。赤いバラ、なんと告白。ね、スプレーバラ、愛情、あ愛情いいですね。それからピンクは感銘。ね、それからここにはブルーを、ね、入れておりますけれども、ブルーのバラは上品。いや、いいじゃないですか、上品なスーツに上品なブルーのバラ。 ということで、バラね、あの皆さんに20周年のご愛好に感謝を込めて、今シーズンのあ、すいません、7月のオーダーのお客様に、このです、ね、先行するとオーダーのお客様に、このバラバラモチーフの刺繍のギフトをお付けしますので、ぜひね、ベスタからの愛情ということで、まあ、そんな、とあそう,そうか、そうか。 フェスタもとうとう20周年なんだね良かったねっていう記念としてねお題いただけたらなと思っておりますありがとうございますというわけでぜひ7月のスーツ先行秋冬スーツ先行販売ではバラの,あの何色にするかねぜひお選びになってそちらもお楽しみになさってください というわけで、最後までご覧くださってありがとうございました。もしこの動画気に入っていただいたら、ぜひいいねを押していただいたり、あとあの、チャンネル登録の方もね、ぜひ20、ね、周年記念でいろんなイベントを上げていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた。